内観バイエラー財団はバーゼル近郊のリーエンにあるスイスの私立の文化団体である。この財団は美術賞エルンスト・バイエラーと彼の妻のヒルディ・バイエラーによって収集されたモダンアートとコンテンポラリーアートのコレクションを保護している。エルンスト・バイエラーと彼の妻のヒルディ・バイエラーは数十年間にわたり20世紀の芸術作品を収集してきた。そして 子供がいなかったことから、1982年に、これらのコレクションを財団に委ねることを決定した。コレクションの初公開は1989年に、マドリードのソフィア王妃芸術センターで行われた。財団美術館の開館は1997年で、ある。美術館の建物は、ポンピドゥセンターの二人の建築家のうちの一人である、レンゾピアノによって建設された。美術館を囲む、 庭園内にカルダーのモビール、エル・アーブラがある。美術館の3つの部屋の窓際には、水蓮の広がる池がある。美術館内に200点ほどの絵画、彫刻が展示されている。コレクションとして、モネ、セザンヌ、ルソー、ピカソ、ミロなどの20世紀初めの印象派、ポスト印象派及びキュビスムの作品と、エルズワース・ケリー、バーネット・ニューマン、 マークロスコなどの1950年代アメリカ絵画を収集している。財団はエドバルド、文ク、ピカソ、アンリルソーなどの大規模な企画展を定期的に開催している。ありがとうございます。